太平洋を航行する、春雨春雨は、海上自衛隊の護衛艦。村雨型護衛艦の2番艦。艦名は、春に静かに降る雨に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、旧海軍春雨型駆逐艦。春雨、白梅型駆逐艦。春雨、村雨型護衛艦。春雨に続き4代目にあたる。春雨は、 中期防衛力整備計画に基づく平成4年度計画4400トン型護衛館2231号艦として、三井造船ンター間の事業所で1994年8月11日に、寄港され、1995年10月16日に、浸水、1996年9月25日に、講師会し、1997年3月24日に、収益し、同日付で、 1> 第1護衛隊軍令下に新編された第1護衛隊に村雨と共に編入され、横須賀に配備された。1998年と2000年に艦隊併用合同演習に参加した。2001年9月6日からオーストラリア建国100周年国際艦艦式に参加するため、護衛艦村雨と共に派遣されたが、米国同時多発テロの発生により、 国際観艦,艦式が中止となり、10月11日に帰国した。2002年11月25日、テロ対策特別措置法に基づき補給艦、トキワと共に、インド洋に派遣され、任務に従事し2003年5月20日に帰国した。2005年4月19日から4月26日に、帰港したオーストラリア海軍フリゲート、キャンベラと交換する。 4月26日から2日間、親善訓練を実施する。2006年8月4日から4日間、東京ハルミフ島に寄港したニュージーランド海軍、フリゲート、テカハ補給艦、エンデバーと交換する。2008年3月26日、護衛隊改編により、第2護衛隊軍第6護衛隊に編入された。2009年7月6日、 第2次派遣海賊隊諸行動水上部隊として横須賀を出港し護衛艦天切りと共に7月29日から護衛を開始した。この間には攻撃を受けたパナマ船隻の船舶への SH-60 k の発進や護衛活動中に本艦の近くに現れた不審船に L ラットと SH-60 k による対応を実施。 7月28日から11月2日まで合計34回248隻の船舶を護衛して同年11月29日に帰港した。2011年3月11日に発生した東日本大震災を受け地震発生から68分後に横須賀を出港、同年5月31日まで災害派遣を行った。2012年1月21日、 第11次派遣海賊対象、行動水上部隊として、村雨と共に、ソマリア沖、アデン湾に向けて、横須賀から出港し、任務期間中、合計188隻を護衛した。帰国途上の同年6月16日には領村雨インド西方海域にて、インド海軍の哨戒艦、シャラダと高速戦闘艇、カルペニが参加する共同訓練を実施する。 同年7月5日に、横須賀に帰港した。2013年3月7日、編成外により、第2護衛隊軍、第2護衛隊に編入され、提携校が佐世保に転籍。2014年11月15日、第20次派遣海賊対象行動水上部隊として、護衛艦、天霧と共に、ソマリア沖、アデン湾に向けて、佐世保から出港。2015年5月20日に帰国した。 2017年3月18日から5月22日、練習官、鹿島、練習官、山行きと共に、第67期一般幹部候補生家庭修了者190名を、のせ近海練習公開を実施。5月22日、鹿島と共に、遠洋練習公開のため横須賀を執行した。アメリカ、メキシコ、キューバ、チリ、エクアドル、カナダ、ロシア連邦。 韓国の8カ国13機構地を訪問後、同年11月1日に横須賀基地に帰港した。2019年9月17日から9月29日、および10月15日から10月23日までの間、関東南方から沖縄周辺を経て九州西方へ至る海区域において日豪共同訓練を実施する。からは本のほか護衛テルズ 朝日、アタゴ、補給艦、マシュー及び P-1 小海域または P-3C 小海域と潜水艦が、オーストラリア海軍からは艦艇及び潜水艦が参加し、各種戦術訓練を実施した。同年11月24日、第35次派遣海賊隊象、行動水上部隊として、ソマリア沖、アデン湾に向けて、サセボから出港した。 2020年5月下旬に任務を終了し、帰国途上の管内において、急性胆脳炎あるいは、急性胆肝炎が疑われる症状を発症した隊員が出たため、当初の6月20日に帰国する予定を1日早めて6月19日に帰港する。ありがとうございます。